どうもこんにちは、本田です。それでは先ほどの動画の演習問題を解いてもらいます。カッコ1はアルファバーベータマイナスアルファベータバーが準虚数であることを証明してください。ただしアルファバーベータは実数でないとする。2番は 5x2 乗プラス 2x プラス1イコール0が虚数 z を解に持つとき、 z バーも解に持つことを証明してください。一旦一時停止ボタンを押してもらってこの問題にチャレンジしてください。3秒後に解説を始めます。お願いします。はい、いいですか。そしたら1番から確認しよう。そもそもこいつが準虚数であることは何が言えれば示せるのか。それはこいつがゼロじゃなくてこいつにバーをつけたものとこいつにマイナスをつけたものが一致することが言えればいいんだよね。まずはこいつがゼロじゃないことを示そう。これはどうやって示せばいいのかというと、アルファバーベータは実数ではない、この条件を利用する。アルファバーベータは実数じゃないから、アルファバーベータとアルファバーベータにバーがついたものはノットイコールになる。アルファバーベータにバーがついたものはバーを分割すればアルファにバーが2本、ベータにバーが1本になる。バーが2本つくと元に戻るからアルファベータバーになる。アルファベータバーを左辺に移行すればアルファバーベータマイナスアルファベータバーは0じゃないという式が導ける。ということでアルファバーベータマイナスアルファベータバーは0じゃないことが示せたわけだ。では次にこいつにバーをつけたものとこいつにマイナスをつけたものが一致することを示そう。まずこいつにバーをつけたものはバーを分割するとアルファにバーが2本、ベータにバーが1本、マイナスアルファにバーが1本、ベータにバーが2本になる。バーが2本つくと元に戻るからアルファベータバーマイナスアルファバーベータになる。この式からマイナスをくくり出せばマイナスのアルファバーベータマイナスアルファベータバーになる。この時点でこいつにバーをつけたものとこいつにマイナスをつけたものが一致することがわかる。ということでこいつがゼロじゃなくてこいつにバーをつけたものとこいつにマイナスをつけたものが同じになることが示せたから、こいつは準虚数。これで証明終了。さて、次は2番を確認しよう。この問題は、虚数解ってのは、絶対に強約な虚数とセットで出ることの証明だね。これできたかな？これはまず、この方程式が z を解に持つって言ってるから、この方程式の x に z を代入しよう。すると式はこうなる。じゃあ次どうすんのってことなんだけど、この式は方程式だから両辺にバーをつけても問題ないよね。両辺にバーをつけるとこうなる。ここでバーは分割できるから式はこうなる。1とか0は実数だからバーは普通に消せるよね。
さて、この式を見て何か気づかないかい？そう、この式は元の方程式の x に z バーが代入された形になっているよね。つまり、この方程式は z バーを解に持つわけだ。この問題めっちゃ面白いよね。今回の問題のように強弱な奇素数の性質は呼吸するみたいに自然に使っていくから、内容の定着を確認してから次の動画へ進もう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。